彼はあなたのことが本当に好きだからこんな話をするんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男性が好きな女性に対して示す行動や態度がある、そして発話、言葉、会話もあるんです。今日は男性がね、本当に好きだからこんな会話をするんだというその代表的なもの6つご紹介をしていこうと思います。これまでもね、男性が好きな女性に対してどういう態度を見せるか、大切に思っている時にはね、どういう行動を見せるかみたいな話は、こういう動画の中でもねご紹介させていただいたことがあります。こちらにリンク先も出てますからね、このあたりちょっと合わせてご参照いただいたりとか、関連する動画このチャンネルの中ではいくつかご紹介差し上げているので、チャンネルご登録いただいてね、合わせてご確認いただければいいんだけども、今日はその中でもね、こう会話、あなたとのコミュニケーションのやり取りの中で、こういうことをあなたに彼が言うようであれば彼は結構本気だよねというお話です。もちろんここでご紹介させていただく話というのはあくまでも代表的なものなので、こういうケース、ああいう場合はどうなんだという個別具体的な話についてはね、僕の個別セッションにお越しいただければあなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながらより実践的なアドバイスをさせていただいたりとか、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。下の概要欄、説明欄の方にリンクが出ていますので、そちらの方からね、ホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンクが出ています。こちらの方からホームページ飛んでいただいて、ご希望の日時でお申し込みくださいませ。ということで今日は男性が本当に好き、本気で好きな女性に対して言う会話、発話、6ついきたいと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、質問に答えるということですよね。当たり前じゃないかっていうふうに、思うかもしれませんが、本当にね、あなたが聞きたいこと、あなたが彼に対して問いただしたいことに対して彼がね、誠意を持って誠実に答えてくれるかどうか、もちろん大人ですからね、答えられる話もあれば答えられない話もあるでしょう。でも答えられなかったら答えられない理由を話してくれるし、いつだったら答えられるかという、答えられるのかというような、お話もね、ちゃんと説明してくれるはずなんです。それもなしにね、曖昧にうやむやにする、嘘をつくことっていうのはね、実はあんまりないんですよね。もちろんあなたとの関係性にもよるけど、一回会ってね、その日だけで未来永劫さようならみたいな人だったらそれは嘘もつくかもしれないけどさ、そこそこ関係ができていて、これからね、さらに深めていこうかな、また深めていかないにしても関係は継続するだろうなっていう人に対して嘘ってつくとさ、後々大変だったりするじゃないですか。だからそういう意味での嘘っていうのは男性もあんまりつくことはない。そして嘘をついたらついたでさ、あなたもなんか、あ、この人嘘ついてるなって雰囲気でわかるじゃないですか。そういうことじゃなくて、あなたに対して嘘ではなくてはぐらかす、まっとうに答えないというかさ、あなた何、結婚してんのしてないの、結婚してるかしてないかってそんなに大事なことか、今大事なことはオムライスを注文するかナポリタンを注文するかどっちかだろう、これ考えようよみたいなね、いやそういう話じゃないでしょっていう話だけど、そんな方でこううやむやにしてね、もうあなたも聞いてるのはだんだんバカらしくなってきたりとか、なんか聞いちゃいけない話だったのかななんていうことでこううやむやにされていって、彼は真っ当に答えない。だから彼は、いや別に嘘ついてないじゃん俺今まで、別に結婚してるかしてないかって俺言ったことないよなんていうことで、後でねこう逃げ道にも使えたりするから、割とね曖昧にするっていうのはもう割とこう軽く考えてる男性、女性もそうかもしれないけど、よくやる手口だったりもするので、そのあたりあなたに対して、誠実な回答がない、誠実に答えようとする気がなさそうだということであれば、それはちょっと残念ながらということではあるけど、しっかりとね誠実に答えてくれる、どんな質問でも答えてくれるし、もし答えられないのであれば、いやこれはね今こういう段階でまだ回答できる問題じゃないから、いついつだったら答えられるし、かくかくしかじかこういう事情で答えられないのはちょっと分かってほしい、でもその分これについてはちゃんと説明をするからさということで、そういう誠意が見えてればあなたのことを好きだし、好きじゃなきゃそういうこともしないよねと、そんなお話でした。さあそして2番目はこちらです。はい、お互いのね
取説について話をしてくれているかどうかなんです。お互いの取説、あなたの人となりをしっかりと彼は聞きたい、そしてあなただけではなくて自分自身の、ね、取説もしっかりとあなたにお伝えをしたい、どういうことをされたら嫌なんかとか、どういう時に気分が悪くなるんかとか、どういうことをすると喜ぶんかとか、どういうことを、ねすると幸せな気分になるんかとかね、まあ、どんなご飯が好きなんかとか、そういうことも含めて、あなたがどういう人なのかということを彼はしっかりとねちゃんと聞く、そしてもちろんコミュニケーションですから一方通行ではないので、あなたのことだけではなくて、いや実は俺はカクカクしがちがこうなんよ、こういうふうにやられるとすごく喜ぶし、こういうふうにされるとちょっと気分悪くなったりするから、そこ気をつけてね、あこういう時に俺結構気分の波があったりもするから、そこはちょっとあんまり触らない方がいいかもしれないよということをちゃんとね話をしてくれる。もちろんあなたの方から彼に対してね積極的に自分自身の取説を話した方がいい、そんな話は、これまでもねこういう動画を通じて、何度かご紹介をさせていただいたことがあります。自分の取説をね、しっかり説明して関係を深めていきましょうという話、こちらに画像があって、こちらにリンク先がある、これは、あなたの方から、まあ、自分のことを話そうという話ではあるんだが、ここで言ってるのはね、彼の方からあなたの取説についてしっかりと聞きたがる、そして彼自身も自分の取説をしっかりと話をする、それによって2人の関係をより良くしていこう、まあ、2人の関係をね、事故が起こらないように、まあ、小さなことでさ、些細なことでいさかいとかが起こったりしないようにしながら、よりね、もっともっと効率よく2人の関係を深めていき、そして今後もね長く心穏やかな関係で付き合っていたいよね、まあそう思ってるからこそそういう話をするわけで、それはさ、まあ好きじゃない相手にそんな話はしないよね、あの好きじゃなければ適当にさ、ね、何お昼イタリアンとか好きなん、じゃあイタリアン食わせるからその後ちょっとデートしようぜみたいな、そういう適当な話になったりするじゃないですか。そういう話じゃなくてね、ちゃんと誠実にあなたのことをちゃんと知ろうとしてる、そして自分のことをちゃんと話そうとしてる、そういう姿勢があるならばあなたのこと好きですよねと、そんなお話でした。さあそして3番目はこちらです。はい、自分にとってマイナスなところをしっかりと説明をする、これも当たり前っちゃ当たり前なんだけど、その場だけでねあなたとの関係を作っていこうとするならば、まあ自分を散々盛り付けてね、散々あなたに期待をさせて、あとはまあね、そんな自分のボロが出ないうちにさよならってすればいいだけの話なんだけど、今後長くお付き合いをしていきたいと考えているからこそ、まあ、やがて出てくるボロはね、最初のうちにお伝えしておいた方がいいよね、後になってがっかりされて時間返せ、すごく傷ついたっていうふうに言われるぐらいだったら、最初の段階からね、俺こういうマイナスなところがあるよ、まあね、病気があるのかもしれないし、借金こされてるのかもしれないし、まあ、実は仕事がうまくいってないのかもしれないし、まあ、ご家庭にねいろんな事情があるのかもわかんない、それをまあ、あなたから見ればね、全然そんなこと大したことないし、そんな全然私気にしてないからっていうようなことでも、まあ、彼自身がちょっと気にしていて、あんまりこう大っぴらにしづらいよね、自分にとってはちょっとコンプレックスに感じているよねというようなことでも、ちゃんとあなたに説明をしてくれる、後になってがっかりされたら嫌だから、後になって傷つけたりするのは嫌だからということで、ちゃんとね、説明をする。まあそれはね、よっぽどちゃんとあなたのこと考えてくれてるし、さっきも言ったようにあなたとのこの後のね、お付き合い継続的に長くしていきたいというふうに考えているからこそ、自分の話をねそういうふうにするわけで、まあそれはそれでね、まああなたが見たと聞いた時にね、わちょっとそれは私も許容範囲を超えてるなっていう話であれば、まあそれは残念でしたという話ではあるけど、でもね、まあある程度許容範囲のことなのであれば、まあ彼が言ったマイナスの話で彼に対するマイナス評価になるかというと、むしろそういうことをちゃんと話してくれたことをね、まああなたも受け入れやすいというふうに思ってくれるんじゃないかなっていう、そんな期待感も彼にはあるので、まあ、そこも含めてね、あなたに対してマイナスなことをちゃんと話をするということです。さあそして4番目はこちらです。はい、あなたの内面をね評価をしてくれるということですよね。あなたの内面とは何か、あなたの性格であるとか、まあこれまでの生き方考え方とかね、価値観であるとか、将来に対するビジョンであるとか、つまり目に見えていない形にないあなたの心の内側にある何かについて、それを評価、称賛、してくれる、まあ褒めてくれると言ってもいいかもしれません。可愛いねとか、綺麗だねとかね、なんかネイル綺麗だよね、可愛くなったよね、あ髪型なんかすげえおしゃれじゃんとかね、お洋服すっごくセンスいいよねとかね、見た目のことはさ誰にでも言えるわけですよ、まあ、しかも汎用性があるから、あなたに対してだけじゃなくてもね、全く同じセリフを他の人にも当てはめて言えたりするから、
ね、まあそれだけでもね、言ってくれるだけでもそれはそれでいいんだけど、でもさらにさ、もう一歩踏み込んで、あなたの内面の問題って本当にあなたにしか当てはまらないことじゃないですか。それについて触れて、あなたを認めて褒めてくれようとすること、あなたを評価しようとしていること、それはさ、よっぽどあなたのことを見てるよね。よっぽどあなたのことを理解してるし、そんなあなたを受け入れるという姿勢を示しているということだから、あなたの内面について彼が一生懸命ね説明してくれる。君のこういうところ俺すごい好きなんだよね、あなたのこういうところって俺すごく評価してるし、すごくそういうところは、ね、僕も尊敬してるんだ。まあこういうところに関してはちょっと僕は我慢ならないことがあるけど、でもその分こういうことで俺はフォローするし、ここで力が至らなそうなところに関しては、僕はちゃんとねお力になるからっていうことまで含めてね、あなたのことをちゃんと見てくれているからそういう話になるわけで、まあ、そこまで言ってるんだったらそれはまあ好きだし、まあ、本気だと思っていいんじゃないですかというお話でした。さあそして5番目はこちらです。はい、期限付きのね約束をしてくれる、まあ当たり前、まあ当たり前ですね。期限があるから約束になるわけで、期限がなければね単なる与太話っていうことなんで、たまたまね近くの駅で会った昔の友達に、おお久しぶり、また今度飲み行こうぜなんつって飲みに行かせたら行かないじゃないですか。それは社交辞令っていうやつで、まあとはいえね、じゃあ社交辞令なんだけど本当に飲みに行きたくないかって言ったらそういうわけでもなくて、まあ飲みに行ってもいいかなぐらいは思ってるけど約束するまでもないっていう、まあそういうことでしょ。それ同じように彼があなたに対して、今度旅行に行きたいねとか、今度遊びに行こうよとかね、一緒に住もうよっていうのは、まあそうは思うけど、まあね約束するまでもないかなというのがぶっちゃけ正直なところじゃないですか。まあそれはあなたも多分そうだと思うんですよね。あんまりこう好きじゃない、まあでも嫌いじゃないなっていう人に、今度ご飯行こうよって言ったら、あそうね行こうね今度ねみたいなね、まあ本当に今度っていう話で終わってしまう。そこに対してやっぱり日付が入る、期限が決まるからはっきりとした約束になるわけですよね。あなたに対する姿勢が本気に変わっていくわけじゃないですか。そしてその日付が入った未来というのは、その未来その瞬間もあなたと一緒にいたい、その瞬間も一緒にいますよ俺はということの証明でもあるわけだから、ね、じゃあ年内、まあ、12月には引っ越しをして一緒に住もうよっていうことは、あ年内もう一緒にいるんだ、あその頃には引っ越しをしてっていうことはもっともっと今より関係深まっているんだっていうふうに、まあ、彼は考えているし、そういう期待をしてあなたにそういうふうに言うわけでしょ。だからいついつ旅行に行こうよ、夏休みは旅行行こう、何日からお休みだからこの日から、ね、出発でいいっていうことは、もうその日から出発っていうことで、あこの人考えてるんだ、その時までは私たちもっと関係深まって旅行に行けるぐらい仲になってんだぐらいの、まあ、感覚でいるということですよね。だからそれがね、なんとなくこう曖昧に楽しい話をしてくれはするんだけど、そこに日付が入っていないというか、期限が全く決まっていないということは、まあ、あなたに対して、まああなたを嫌っているわけじゃないし、まあね、未来を考えたくないわけじゃないんでしょうけど、日付を入れるまでもないというふうに、ね考えてしまっていることがある。まあ、これはさっきも言ったように男も女も、そして逆にあなたの方から、ね、じゃあいつにするとか、いつだったらいけるのとか、いつだったら、ね、大丈夫なんて言った時に、うん、まあそれはまた考えようかっていうのも、ね、これ全くあなたに対して不誠実な態度であって、あなたから期限を聞いた時にそれに対しても、ね、すぐ答えてくれるということは、それはあなたのこと好きだよねという話、まあだから期限がね決まるから、また未来のことを考えてるから、あなたに対して誠意ある態度ということが言えるという話なんでね、こちらにもその話画像で出てます。こちらにリンク先が出てるんでね、合わせてこちらの話とご確認いただければいいんだけど、まずやっぱりこう期限を決めてくれているかどうか、決めようとしているかどうかっていうところをね、しっかりとご確認いただいた方がいいと思います。そして最後6番目です。はい、自分のことをね、どう思うか、自分の評価をあなたに聞いてくるということですよね。それみんなそうで、あなたもね、彼が自分のことどう思ってるかってちょっと気になったりするじゃないですか。私のこと好きなんかなとか、私のことをどれぐらい好きだとすれば好きなんかなとかね、それは彼も同じように、まあ、あなたに対してね、まあ、1番目から5番目みたいなアプローチをしましたよ、俺の本気を示しましたよ、それに対して君は一体どれぐらい俺に対して好意を持ってくれてるんだっていうのは、それは気になりますよね、普通にね。彼女は俺のことどれぐらい好きでいてくれてるんだろう、全くもって脈なしなんか、いや少なからず脈でもあんのかな、いやどうなんだっていうことは、まあ気になる。なので、まあ遠回しになるかもしれませんけど、まあ僕はなんとかさんから見てどうなんかなとか、世の中にはいろんな男がおったりするけど、ね、なんとかさんの好きなタイプっていうのもいるでしょうと、まあ僕はそのタイプに入ってるかどうかわかんないけど、どうなのかな、僕はなんとかさんの
ね、一応こうハードルは超えてるところにいたりするわけみたいなねまどろっこしいだろみたいな話でもちょいちょいね、あなたに対して、まあ、僕ってどう、まあ、僕はなんとかさんとお付き合いしたいって言ったら、なんとかさんはどう思うのとかね、なんとかさんと一緒に住むことになったら、俺みたいな人とだったら一緒にやっていけたりするわけとかね、それもちょっと言い過ぎか。まあそれはあなたと彼との距離感の問題もね、あったりするし、どこまで踏み込んでいいかっていう問題もあるので一概には言えないんだけど、たださ、もう聞いてればわかるじゃん。なんか、あ、この人私のことを、まあ私がね、どれぐらい好きかって気になってるよねっていうことは分かったりするので、まあ、そういうふうに言ってくるときっていうのは、まあそれはあなたのこと好きだし、まあ好きな相手のがね、自分のことどう思ってるか、それはみんな気になるわけで、逆に言うとね、全く好きじゃないというか、全く俺この子にどう思っててもどうでもいいわって思ってる人であれば、そんなこと気にしないじゃないですか。そのあたりはまあお互いね、男も女も両方気になったりするので、まあ、このあたりをねちょっと見ていただきながら、相手の気持ちがね、まあ、どこにあるのかというのは、それは男も女も気になるよね。だから逆にそこがクリアになると、お互いの関係性ってね、もっともっと良くなっていくって話、こういう話の中でもご紹介差し上げてるんで、こちらにリンク先も出てますからね、まあ、このあたりをちょっとご参照していただきながら、彼があなたに対して、まあ、自分への評価、自分はどうなんていうことを聞いてくるようなのであるならば、あなたのことを好きよねというふうに思っていただいていいと思います。さあ、ということで、今日は6項目ご紹介いたしました。これもね、あくまでも彼の立場としてあなたに対する気持ちがね、そうなんじゃないですかという話なんです。まあ、だからあなたがね、彼がこういう姿勢だからそれを受け入れなければいけないというか、言うとそういう話ではないので、あ、そうなんだと。で、あなたも彼に対して好意があるんであるならば、あ、確かにお互い、ね、相思相愛だよねということで関係深めてばいければよく、一方であなたがね、いや、ちょっとそういうふうに思われても困るわって言うんだったら、早いとこお別れすればよくと。またね、これからまだまだ2人の関係深めていかなきゃ分かんないなということであれば、まあ、この辺なんかをね、ちょっとスタートにしていきながら、じゃあもうちょっと私も彼に対する理解を深めていこうかなというふうに、歩みを進めていくということもできると。まあ、今の時点では彼があなたに対してこういう気持ちを持っているよね、まあ、少なからずの好意、割と本気寄りの、ね、好意を持っているということなので、まあ、その上であとはどうするかというのはあなたの選択、あなたの判断、ご決断ということになるのではないでしょうか。現場からは以上です。